ゲストにゆきちゃん、そしてピアノはちいちゃん。出たくないそうです。あ、出た出た。手だけ。手だけで、アピールでございます。それでは今日の最初の曲は七つの子です。七つの子はこの本によるとですね、七話じゃなくって七歳という意味ですって書いてあります。皆さん勘違いしてますっていうね。だって挿絵が七話いたじゃんっていうね話してましたけど、いや七話の子カラスがこうカラスの子がこう巣に入ってる挿絵あったじゃん。そんな切ってもありましたよ切ってもありましたけど、そうじゃないです。あと間違いやすい歌詞なんですけど、かわいいって歌ってましたけど、それかわいいじゃなくてかわいいですね。音が違うかな音が調整が違う。かわいいですね。かわいい大丈夫ですかね。かわいいじゃなくてかわいいだそうですよ。元のね、元森永洋さんじゃなかった野口雨情さんはそういうふうに作詞したということですね。元森永洋さんは作曲者でした。ということで、じゃあ七つの子やってみましょう。お願いします。Thank you.
で頑張って続けて歌っていきたいと思いますので体力の持つかが心配です。はい、ではお願いします。
まあ、参考に何かの参考にされるのはやめてください。みんなで一緒に楽しく歌ってくださいということでお願いします。